まず何を持ってらっしゃるのかちょっと行きたいと思いますけれども、はい、一番最初にいただいたのがこれですね。はい、でこれはですね、私の友人の秀夫さんの一人娘の信子さんが、自由が丘に引っ越しをしてきて遊びに来た時に、帰り際ですけどね、エプロン3点持ってきて、これ母が作ったんだけど1点好きなの選んでって言ったので選んだのがこれです。でなぜ気に入ったかというと、色彩もそうなんですけど、この点々ですね、これ落としてね、この点々がすごい気に入って、隆起してるの、ちょっと毛が毛羽立ってるのかな、ちょっとこれが面白いなと思ったのと、ちょっとオリジナリティがあるんで、うん、あと全体的に調和が取れていて、それからこれ裏にも実はこれがちゃんとね、ここが綺麗になってるんです。これはやはりハンドメイドならではで、量産ができないものですよね、うん、確かに。でそれですごくこれがすごく素敵だなと思ってあげていただきました。でその時に一緒だったと思うんですが、ピンクッションも実はいただいて、こちらですね、これ置きますね。いろんな色のが入ってるけど、実はこれは秀夫さんが後でおっしゃってたんですけども、自分たちの世代はもう余っていろんなものを使って作りますっていうふうにおっしゃってたんで、実はそれはよく見ると他にいろいろなものが入っていて、これのここの黄色いやつはここですね、これにも使われてます。あとあっちにも使われてます、うんうん、これか、これですね、ここに使われる、ここどっちのエプロンに使われてますね。これ私たちだとなんかこうキットがあって、それでこの通り作りましょうみたいな感じで作るんですけど、そうじゃなくて自分でこう本当にこうなんだろう、自然に自分の発想で、しかも工夫しながら一点一点も同じものを作らなくて、こう生活を大事にしてたっていう感じがあると思います。今着てらっしゃるエプロン、すごく、あ、これは描画団セミニーの、そうなんです、これはちょっと大きめで、私の高身長のもので、ちょっと大きめのでいいかなと思って、これ一点、非常に女らしい、なんか襟ぐりが丸くなっていて、ちょっとこれ可愛いキュートな感じですよね。そうですね、ワンピースみたいに見えるな、うん、そうなんです、今の白いシャツにとても似合っていると思います。エプロンが素敵だからですね。手作りのとにかく、ね、好きでっていう感じは聞いてたんですけど、実際にね、ものを見るとやっぱり作ることを楽しんでるっていう感じですよね、うん、生活の中で一番のお気に入りっていうのはやっぱりありますか。はい、ピンクッションと、それからあとやっぱり一番最初のこれですね、これが一番思い出深いので、なんだろう、それぞれみんな素敵なんですけども、多分本当にこうなんだろう、作り方が偏っていないので、それぞれみんな好きなものをこれが好きあれが好きって選べる感じです。だいたい作るとその人の偏りがある程度出るかなって気がするんですけど、それがないので、それはちょっと珍しいと思いますね。だから多分いろいろとこうチャレンジしていって、今回こうしてみよう、あしてみようっていう感じで作っていく。でただその中でシャープという感じよりは温かい感じが出てるので、それは多分使う人のこととか思って、やっぱりこう作ってたのかなって気がしますよね。だから馴染むというか、その生活の中に、うん、物単独でこう一個でこうパッとこう飾るというよりは、こう生活の中にあって一緒にもう自然の形で一緒にあるっていう感じの作品ですよね。ちょっと油が跳ねてね、T シャツなんかだともう味噌とかな、油の味噌がピッと跳ねてこの辺バーッと両目ともいいんですけど、さすがにちょっとこういうあと一個一個取れたりするとちょっとね、もったいないので、これはスペシャル版の時にたっぷり使う感じでしょうかね、うん、あとまあ
鏡の前ではさすがにちょっとかファッションショーじゃないと、一人ファッションショーをやったりはしますが、面白い。エプロンのファッションショーですね。確かに、うん、本当いろんな種類があるので。なんか折笠さんカラーブロックが好き で今後ろにあるクッションがとても好きで、ここをあの指定されてあのインタビューということになったんですけど、カラーブロックが異常に好きで、うん、あの確か年賀状のようなものがあったばあったと思うんですけど、ありましたよね、さっきのあれをいただいた時かな、このカラーブロックを見て、あ、はい、それが映っていたので、ええ、でそれであの秀夫さんに会った時にカラーブロック素敵でしたねってことを言ったら、後でおはがきいただいて、うん、その時にあの本当にありものでいつも作ってるのでっていうことでした。ではがきをいただいたんですけれども、うん、あの私たちの年代はもったいないが先に立ち、残りのを何とかまとめるしか考えませんでしたっていうふうに書いてあるんですね。でもだからあの世代の方だったからこそあるものでいろいろ作って、うん、それからそうですね、創意工夫して作られたのかなって気がします。それとあのハガキで書いてあって印象深かったのは、若い人たちのおかげで何とか生活はできてますというふうに書いてあったんで、でやっぱりあのご自身がこう本当にこう周りの人にあの信子さんとかそれから柴さんとかに感謝しているのかなって気がしましたね。それとあとまあ自分のまあどんどん年取っていきますけどって書いてあったんですけど、それも受け入れてもう自然に自然体で生きていくっていう様子が伺えたので、まあ、ちょっと人生の先輩としてはすごい参考になる生き方かなというふうに私も思いました。娘にプレゼントしたいなと思って買ったんですけども、娘は全然エプロンがしなく、うん、結局両方私が使ってます。じゃあエプロン先に見せていただこうかしら。うん、ました。ああすごいいい感じですね、うん、このボタンがこう片っぽだけあるのね。そうですね、そうボタンがね実はねちょっと、うん、もうちょっと長めについてたんですけれども、うん、若干5センチぐらい自分で付け直して、うん、いや、よくお似合いです。私は割と自分がする時はこう来て前でこういう風に結んだ感じで使ってることが多いです。うん、はい、素敵。いいですか。これは何、毎日使ってらっしゃるのどっちかというと。いやもうね普段が作業着でいるのでなかなか自宅でお料理の時にエプロンをするとかいう余裕もなく、まあ、前もアトリエやってたんでもう全身外の物理でもいいような服装で料理までしてたから、どちらかというとあのどこどこに行く時にエプロン持ってきてくださいみたいに言われる時にあのこれ他のエプロンよりもあの畳むとすごく平らで小さくなるんですね、うんうん、でバッグとかに
入れても全然、自分が持ってるエプロンの中で一番かさばらないというか、じゃあどっかにお手伝いに行くときとか、お手伝い行くときとか、そうですね、なんかでやっぱり年に 2,3 回エプロンを持って出かけるということがあるときはもう本当にコンパクトにバッグに入るので、結構あるだから、そうですね。普段家で使うのは本当にもう作業用のエプロンみたいなね、ものは。大きい DIY 用のエプロンはよくするんですけど、これはそういう意味では大きさが大きくて、でスポッとこうかぶれちゃうし、なんか下にたくさん着ててもできるので、まあ、ちょっと柄は私には合わないかもしれないけれど、いや割とねしてて楽なんですね。肩が凝らないというか、この形が、なんかエプロンによってはちょっとこう肩が凝るんですけど、でもすぐのもいかして、でこれの共布で作ってある鍋つかみがとっても気に入っていて、おしゃれね、でエプロンはそんなにしなくても、この鍋つかみはとっても愛用してます。ああ、それ便利ですね、こうパカパカッとなる、そうですね、あんまり今まで片手鍋の方が多かったんですけれども、ここに引っ越す時に念願のルクルーデの鍋をこの前購入して何言ってんですか、それがたまたまブルーが非常にバーゲンで安くなったので、赤とかね展示はよくあるんですけど、なんとこのブルーがこの前とっても何十パーセント引きで売ってたんで、思わずね買ってしまいました。これとこれが今お気に入り、もう絵になってる、はい。テープが入ってるね、バイアスの。そう、縁がすごい仕上げが丁寧ですよね、あ、なんかそれが素晴らしいわ。そう、すごいこ、うん、いや、丁寧に。確かにしないですよね、普通しても。だからすごく長持ちしますよ。私ももう40年ぐらい持ってるのがある、そうね。そうですね、これ後ろが可愛いですよね、きっとね、そういいですよ、後ろも。いやさ、そうなんです、私ね今日実は撮影で何を着ていたらいいんだろうって朝からすごい悩んでたこれはかなりしっかりしてて、何用の生地で売ってたんでしょうね。いやなんだろうね、なんでしょう、ここ子供とかよ、普通の生地屋さんに行って一生懸命選んでたから、十和丘、十和丘ピコとかもよく出たし、今なくなっちゃってましたね、いろんな生地屋さんを、地下にもね生地屋さんがあってね、十和丘はよかったですよね、昔もうどこの布屋さんでもよく行ってましたし、やってたので、だからそういう合間に刺し子やって、そうですね、まあ、刺し子は延々とずっとやってると思う、それもそれでちょっと、両方こう針仕事って今の人全然やらないじゃないですか、私若い頃結構嫌いじゃなかったんですよね、特に子供妊娠中とか家でなんかこう、パッチワーク的なのね、ちまちまやってたけど、それから全くやらなくなって、老眼になったらもう針に糸通すのが億劫になって一切、でも
子供のアトリエでちょっと手芸やりたいなっていう子がいるから、まあ、ちょこちょこは他の人よりはやってる方かもしれないんですけど、なんかやっぱり手仕事っていいなってすごく思ってきて、うん、あっちに引っ越して今ここの素晴らしい山梨の今は本当にあの造園とかノコギリとかそんなものばっかり使ってます。そのセンスというかやっぱりこう色彩感覚って持って生まれたっていう言い方変ですね。でも、まあ、自分が育った環境で得るものだし、あとちょっとこうアールデコっぽいデザインとか、なんかお母様は布をねデザインする前の段階としていろんなそういうことに興味を持っていらしたのかな、うん、まあ、何でも見てましたね。それこそ民芸の世界からスウェーデンとか北欧のデザイン、うん、バーハウスか何でも見てた。あの差し子ももちろんだけれども、うん、とにかくありとあらゆる展覧会に自分が興味がある展覧会全部行ってたんで、うん、一人で。そうなんです、うん、平野さんはねキララやってらして絵の指導もしてる。指導っていろんな色彩のこととかね、明るいからだからリモ版のプリントあの作ってらしたのはもっと若い頃。いやそれがね50代後半から始めたの。あ、そうなんですか、うん、だからそれまでありとあらゆる、うん、あのスウェーデン刺繍から刺し子からいろんなものやって、うん、結局後半でイモ版に出会って、うん、でも夢中になってそれがライフワークになった、うんうん、そうなんですか。じゃあそん、まあ、でも50代って言ってももう何十年も前ですけどね、うん、むしろ刺し子とかの方が前からやあれはね手なぐさみって言ってたつまり芋盤とかをやる合間に、はい、手慰み手が空いた時にちょこ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 やるっていう。裏にテープがついてる、裏にテープがついてるの、これがピンクなんですよね。ちゃんとピンクですごく、うん、バイアスのテープできっちり作ってあって作り方がすごくいいのと、何より気に入ったのは私あの肩がすぐ落っこっちゃって、ここのところが肩、うん、紐で結ぶのはダメなので、こういうふうに肩があるのが良かったの、ね、うん、でだから肩があるのが良かったので、まず肩があって
て落っこちないそのが気に入ったで柄が気に入ったのかそれからこれポケットがですね斜めについてるんですねこれこの斜めがすごい可愛いし手を入れやすいすごい考えられてるなと思ってあ斜めについてるのねついてるのはあ本当だね手が入れやすいでしょうんそれで普段やっぱりポケットにすぐ手を入れちゃうのでそういう入れやすい方がいいかなと思ったそれからこれがね何気に前がカーブになってるんですよ可愛らしく、ね、すごいよくできてるんですよだからこんだけよくできているんですし縫い目も綺麗だしすごいなと思って私はこれを買いましたでも実は1回か2回作ったけど使ったけどもったいなくてしまって今度使いますあの時にもっといろいろなものを買えばよかったなと今思ってます。もう時さんといえばこのドピンク、うん、で、まあ、母がそのチョコレートのリボンを見た時に、うん、あこれ何か時さんに作ったらいいんじゃないというのでリボンをミシンでこう縫い合わせるっていう多分ちょっと分かりにくいと思うんだけど初め見た人はただのなんていうのいわゆる布かなと思うんだけれどそうリボンを縫い合わせてくるくるきっとある長さに切って縫ってまた次の段縫って次の段縫ってっていうのだと思うんですよねリボンってでもなかなかこれしっかりしたいいさすがに美味しいチョコレートという噂ですが、はいうん、なんかこの頃日本にも、一応来てるらしいなんていう漫画でしたっけビットメルとかビットメルとかですね、うん、でその金色がね、うん、やっぱりさすが剥げなくて、うんいいんですよねやっぱりリボンって確かにその綺麗だなと思って私も時々くるくるって丸めて取ったり昔の母とか祖母とかやっぱりリボンを取っといて次の人に何かをあげるときにでもそれで何か作るってなかなか思わないで、まあ、ちょっと袋結ぶのとか何かに取っといてでもあんまり使わないで箱がなんかいっぱいになっていってそれであらやっぱりちょっとこれいらないわねって言ってなんかお掃除の時に捨てるとなんかこう捨てるのはもったいないけれど取っとくけれどもなかなか生かして使うということができないというものですよねやっぱりそういうこといつでも私思うんですけどセンスとこう手の技があるとすごく捨てるものがなくて全部生かされて豊かになっていくなというのは思うんですよやっぱりいいセンスでいい技があると本当に人生が豊かになっていくんだろうなっていうのをこのリボンを見ながら本当つくづく思ってお母様のねなんか楽しそうな人生がこうやったらね素敵ですもんねでかえってこういう布で作るよりもなんか何なんだろうプラスいろんなねそういう思い出とかちょっとそこでやったこうセンスの良さとかそういうのがあって単なるピンクの袋よりはずっとずっと価値がある、うんうん、本当ありがたい一生大事にしますので本当に嬉しい一品ですいくらも持っていますこれはどの辺で見たら見えるこういう和物ではないですか和物とこの辺はこれソフトデニムみたいなだから和物とも限らないで これはカソリですか、ね、そこのところにジーパンを組み合わせてでこれはまあ普通の綿の布ですよねでここになんかチェックなんかも着ちゃったりしながらまたね裏が可愛いんだここのところに
あ、手ぬぐいだ。そうそう、パッチワークになってるからそれをまあ隠すというね、隠すだけじゃなくてもう一個おしゃれになっているという、全部青が基調されてますね。そうですよ、うん、そのあたりがね本当にセンスの良さ。ちょっと着てみてください。着てみましょう。でこの時に私はもう一つ、このエプロン自体もね素敵なんですけれど、そのお母様がなさっていた100枚のエプロンプロジェクトと勝手に呼んでしまうと、自分でいいなと思う布を組み合わせて自分の好きな、だから一つの形じゃなくていろんな形のエプロンを作られて、うん、で遊びに行くと箱に入っていて、お好きなものをどうぞっていう、お好きなものどうぞですかっていう、なんていうのかな、こう自分がその時欲しいもの、なんかいろいろこれがいいかなあれがいいかなっていうのを100枚好きに見て、なんかあの時間はすごく贅沢な楽しい時間でした。だからそういう風になんかもう作る楽しみだけど、あとまたそれを誰かにあげる時もなかなか仕掛けとして楽しみがね、いただく方としても楽しみがいろいろあるのは、うん、賢いあげ方だなと思ったんですね。時々いただいて、いただいたことは嬉しいんだけれど、ちょっと私はそれは私じゃないなっていうものをいただくことがあるわけですよ。そうするとまあ、私は着られないけど誰かにあげようかなって思って、なかなかちょっとじくじたる思いのままタンスの横に入ってると。だからそういうことがない、好きなもの、自分の欲しいものをその中から選べるっていうのはやっぱり使いますもんね。やっぱりせっかくいただいたら、ほらこれに山屋さんのお母さんが作ってねって言って、みんなにこうちょっと自慢しながら使うとかいうのが楽しいので、そういう意味からしても山屋さんのお母様はね、すごくその配り方っていうのかな、あげ方も素晴らしいと思って、賢い方だなと思っております。ふふ。でもちょっと真似してみました。これもほら見てみて、ほらこれリボン使ってみましたけ ど、 なるほど。でもなんかいい加減な、ほらこう全然技がないから。でも確かにリボンはなかなか色も綺麗で派手で、時たま風、そう私風、いい加減な、そうパッチワークとも言える感じですが、本当にどうも、ね、亡くなってもこうやって時々思い出して、あ楽しかったなと思うのは本当ありがたい話であります。どうもありがとうございました。神田さんご自身がだからデザイナーでもあられるし、それからやっぱり手のことが好きでしょ。ね、大学時代バイトでこういうものを実は作って売ってたんです私。へえ、うん、マルシェっていうダイエーがやってる、ダイエーと大中っていう店が共同でやってる、マルシェっていう店やってたんですよ。で面白いなと思って、でこんなものありまして、その当時はハンカチとティッシュケースのセットなんかなかった。で布でハンカチ作ってしまって、同じ布でティッシュケース作るとかやって、それとかエプロンとかもあったし、それと人形作ってそれに漆をかけて、で持ってったら結構気に入られて、で家内の用作っていいアルバイトだった。だから全部それは画材費にかけたっていうありがたい状況があって、だからそういうミシンカタカタもやってましたんで好きだったっていうのがあるんですけど、いやだからその、これ母からの
ものですけれども、どうも全然お使いになってないでしょ。使ってません、もったいなくて使いませんからこんなの使えないよ。あの毎日母はなんか雑巾のように使ってないっていつも言ってたんだけど、はい、まあ、これなんかそうですよね。なんか布巾、布巾でね、毎日使ってないんだ。はい、使ってません、使いません。いや、なんか使ってください、うん、こういうなんていうの、やっぱりあの目のこととか割と気にちゃんとこう緻密に、うん、いや仕事がすごく綺麗ですよね。どれにしてもあの刺繍の帯にしても、うん、あのちょっと驚愕するようなあの作りでちょっとびっくりしたっていうか、うん、あの普通の主婦がやってるレベルではないので。そうですか。なんか人に言われて気がつくというかあの、まあ、確かにここら辺なんかでも90代ですよね。あ、もうこれ90代ですか。うん、90代、90代でこんな仕事ができるんだ、うん、だからこれはエプロンをやり始めたのが80代の後半なので、88?7 とかそのぐらいだったんで、うん、やっぱり仕事の綺麗さ、これはイッキパリスさんの、ね、イキさんのあの本人の中からですコレクションですけど、うん、やっぱり仕事の綺麗さっていうのもやっぱりイキさんがあの評価なさった、うん、一位にもなってると思いますね。クオリティが高いっていう、ちょっとデザイン性の高さ、イモマの素晴らしい組み合わせが、色も素晴らしいし、ここにありますよね。うん、まああの実物であの地販でご覧になっている途中ですけれども、まあこれあのチラシですが、まあいろんなパターンが確かにありますよね。もうなんか数えきれないほどあるので、うん、まあ、確かに見るとやっぱりこう非常にチャーミングだというか、こうあったかみがある、あの、うん、村があるっていうあのイボ版の特性もあるんですけど、うん、温かみがあって、でそれをうまく組み合わせてあるっていう、組み合わせの妙っていうのか、うん、こういうパターン、ちっちゃなパターンとこういう幾何学的なパターンが組み合わせられていたり、うんうん、もう小さい時から母の洋服で育ってしまったので、今考えたらよくあんな奇抜な洋服を着て小学校に行ったなと思うようなことがたくさんありますけれども、なんかそれをちょっと思い出しますね。あ、ラッキーですね。いや、うん、なんかあの最初におっしゃった年を取らないっていう感じは、うん、もう私も確かに、まあ、80代90代ずっと一緒に、まあ、亡くなるまでいましたけれども、あの確かに色が年取らない。まずデザインも年取らないし、あの年に関わりなくとてもあのモダンな感じが確かにあったと思いますね。で本当にあの翔子さんに、ね、目をつけていただいて、きっと母もどっかで感謝してると思います。いや、私も幸せもんでございました。本当にこんな展開があると思いませんでしたね。いや、本当に素晴らしいですね。いや、なんか自分の母のことっていうのはあんまりこう意識したことがなかったけど、うん、あのいろいろな翔子さんの目とか他の方の目とかがあって初めてこう気がつくことってたくさんあるんで、本当にありがとうございます。